おめでとう。誕生日おめでとう。恐龙一样，它是用充气的，怎么样？才看不出来，对不对？好肥！我都不知道这样子，知道？我不知道它是一个。确定吗？我现在在机场吃午餐，给他看我买了一个便当。我买了一个烧麦便当。我觉得这样拍影片，让大家跟我一起去旅行。我要去坐飞机了。我做的这个糖供，还有他们自己做的糖果，是九州口味的黑糖。我现在到熊本机场，要坐巴士到熊本车站那边，到熊本市内。他们的巴士上面还有熊本熊，超可爱的。可爱，不管是哪里都充满熊本熊。因为熊本机场没有电车，所以大家都要坐巴士或者自己要开车。我现在已经坐到巴士上了，离文章越来越近，越来越期待大家的行动。我在熊本车站了。趁现在我到熊本车站的时候，跟大家说明一下这次的计划是什么。文章下礼拜就要生日了，然后呢，其实他一直知道我应该会做什么惊喜给他。其实这次最大的惊喜就是我会送他到熊本来，然后我要穿一个橡皮装，就是到他家门口给他一个惊喜，然后他会捧一束花，生日快乐的花。其实我是有上网订蛋糕寄到文章的家，结果日本的黑猫快递直接寄了一封信跟文章说，明天晚上5点到9点，薛小姐寄了一个蛋糕给你，请记得在家收件。然后我的计划整个爆掉了，可是这样也是好事，因为文章就以为我的惊喜只有寄一个蛋糕给他，他不知道我会来。等一下就是要进熊本车站里面买花，不知道我卖花哎，我没有查过，我就逛一圈给大家看。跟大家讲个悲剧，就是熊本车站这里没有卖花的店。嗨呀，我到处问人说这附近有没有卖花店，可是因为熊本真的是一个比较乡下的地方，不管哪里都没有。然后我还拖着一个这么大29寸的行李箱去哪里都不方便。这个行李箱我还试用，试用我觉得不错的话，我说会发文。但是虽然没有花店，我在车站里面的百元店找到了有卖一堆假花的地方，像这样子还可以吧？毕竟也不是真的要装饰啊，就是做做样子，我就买这个。我现在已经到文章住的公寓楼下，可是我发现一件事情，就是我没有带钥匙。可是我现在就只能等在楼下，看有没有人路过可以帮我开门。帮我开门之后，我在上面准备一下文档。刚才有个住户帮我开门，我跟他说我三月五号有惊喜，就他也跟我一起兴奋。这熊本人很可爱耶！我现在要来准备着装了。Oh my god！ 你知道时间多刚好吗？刚才我订的蛋糕怎么走了？好险，我在他门口弄。你看，他说送到了，吓死我！然后这个头套，啊，为什么文章不开门？哈哈，说明非常，非常，哈哈，当救兵有没有多？一举手，我们秀一秀，当救兵的哈娜。ありがとう。サプライズ。なんかすごいお相撲さん来た。うーちゃんサプライズ上手だね。お誕生日おめでとうございます。ありがとう。すごいね。喜んだ？びっくりしたマジで。え、誰だよこの時間に。私カツアナで買ったよ。すごいお相撲さん来た。ありがとうルちゃん。ふーちゃんびっくりした？いやもうね。やばい。俺多分人生初かもこんなサプライズされたの。恐竜の時はまあ遠目から 見えたからさ、今回バタン誰と思ってさ、いろいろ考えたんですよ。顔なしさんとかコナンの犯人とか。でもさすがに夜そういうことやったらふーちゃん警察呼ぶかなと思っていろいろ探したんですよ。やっぱり派手じゃないなと思って、派手のは大好きで。然后我看到那个相簿都想说啊就是他了太完美了。しかも俺今日本当に知らなかったから化粧も何もしてないし、ヒゲも剃ってないし、そうなの？髪も全然セットしてないから。いやかっこいいからね。あの実はねサプライズこれだけじゃないよ、もう一個あります。それでわざわざパソコン用意したんだ、仕事をするとか言って。でも外国文章说我要工作让我看一下店长。はい、せーの。はい、あ、シュワンじゃん。シュワンです。文章お誕生日ありがとうございます。東京に離れて熊本に行くと思うんですけど、慣れない環境とかいろいろ大変なことあると思うんですけど、ルーちゃんと一緒だったらまあ大丈夫と思うんですけど、本当に悔しい思いとか、まあ、苦しい時、まだ YouTuber 長間いるよとぜひ思い出してください。私たちは文旦とルーちゃん応援しますので、ぜひルーちゃん私が感動した、幸せに暮らし
くださいね。はい、時間あったら熊本に遊びに行きますので、では仕事頑張ってくださいね。じゃあよー。ハロー、またもスティファニーちゃん、スティファニーちゃん、またあとで、ね、お誕生日おめでとうございます。もうまだ面と向かって会ったことがないので、ね、ブーちゃんからたくさんお話を聞かせてもらって、朝誰よりも、早く出勤されてるところとか、大変なお仕事にあっても全く文句を言わないところとか、本当に尊敬できる人だなと思っていまして、いつか会えることを楽しみにしております。こちらこそ、私もゴーアンが大好きなので気が合うだろうなと思っています。熊本の方に転勤されたと思うんですが、はい、向こうでも優しい上司、面白い同僚に出会いますよ、心から祈っております。ありがとうございます。ではお誕生日おめでとうございます。素敵な一年を過ごしください。ブナさん、いいたちだ。初めての誕生日、パパの誘いとは思うんですけど、ルーちゃんと支え合って一緒に頑張ってください。イエーイ、ハッピーバースデー。この二人らしいね。ね。ハッピーバースデー。かわいい。ハロー、ワンダー上がるんだよ。お久しぶり。ルーちゃんから聞きました。その今今日はウンダンさんの誕生日です。誕生日おめでとうございます。ありがとうございます。サプライズでーす。超びっくり本当に。新しいの一年。大成功。いろいろ思って今も転勤で九州へ行って、生活も新しい環境に変わっていろいろ大変だと思うので。ぜひぜひ頑張ってください。そしてもし落ち着いたら教えてくださいね。遊びに行くからお誕生日おめでとうございます。あるんでした。バイバイ。ワンダー。マオちゃん。台湾版。好，我已经不想再唱歌了。啊，白龙，我现在是超级无敌大素颜。でも綺麗だね。ね、今朝。くれたんですよ。すごい。私は非常に空港でもずっと編集してて。強到不行的美容。嬉しい。在录制段影片，文当在熊本会有新生活，那祝你一切顺利。看什么时候有时间，就去熊本找你跟陆小吧。那我们就很快的熊本见啦，马达兔妈妈的嘞，拜拜。哦，熊ちゃん大丈夫。文当，快乐。パチパチパチ。貯蓄生活続けてますか？気に入ったらサインをもらっといてくださいね。すごい。毛量。ぜひ止めてね。お願いします。はい。可愛い可愛いアイちゃんと、あ、間違えた。可愛い可愛いルーちゃんと仲良く熊本生活送ってくださいね。バイバーイ。文丹、お誕生日おめでとうございます。今年は熊本で誕生日を過ごすんですね。なかなかない経験だと思いますので。ぜひ楽しんでくださいね。今年も素敵な一年になりますように。はい、ワンタン、お誕生日おめでとうございます。髪変わった、髪変わった。私は熊本で素敵な一年になるように、めっちゃそっちの方が可愛い。楽しんでください。サズカラー。ハロー、ウンダン哥、我是包博，生日快乐。刚搬到新的环境应该很辛苦，所以希望你都一切顺利。那以后2020的时候，你常常在影片出现，真的太帅了。所以我不在影片出现的太可惜了。好，生日快乐 ，Happy Birthday！ 但就别没得动。嗨，文章，生日快乐！你跟陆奖真的是一对非常的疗愈人心的情侣哦。那也祝你们新的一年啊，在熊本生活一切顺利哦。亲爱的文章，我刚刚生日快乐，有时间一定要常常来台湾玩哦。爱你哦。嗨，妈妈不会录，所以我只能自己拿手机录。文当生日快乐，谈久比欧美得多，谢谢喜欢台湾，之后常常来，拜拜。那眼睛很丑，你把它挡掉了。你已经开始了？对，开始讲啊。生日快乐哦 ，Happy Birthday， 文当。ルーちゃんとマオちゃんの方が増えて、今は空港にいます。空港で撮った。ルーちゃんになりますね、ルーちゃんは。この27歳は私たちにとっていろんなことがあって仲良くなった1年だと思います。28歳もうまくいきますよね。何事もうまくいくようにと、2人が一緒に乗り越えるように、乗り越えますように。大好きです。以上、ルーちゃんでした。泣いてる。泣いた。これ一番すごいでしょ。あ、もうびっくりした。みんな忙しいのに撮ってくれた。めっちゃ感動今。クワ泣いてる。マジでこんな感動したの久々。皆さん本当ありがとうございます。嬉しい。
还好文当很开心。みんなの気持ちが伝わった。もっと頑張っていこうと思います。私も泣きたくなった。本当泣いたね。泣いたよ。マジで感動した。俺泣くことほとんどないじゃん。うん、俺の気持ち不哭的。いやもう本当に感動した。あ、今洗濯やつだ。本当誰も来ると思ってないからさ。本当皆さん、るーちゃんありがとうございます。いい28歳になります。まだ落ち着いてない。まだドキドキが止まってないよ。コメントもらってなんかすごいなんかじわ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 来た。あとルーちゃんがねこんなサプライズを用意してくれてる。サプライズってその人のことを思ってサプライズするわけで、時間は俺のことを考えてくれてたんだなと思って。また泣いてる。成功。其实我本来也有想说要收集网友的生日快乐，可是我就有点怕会有网友去跟他说我在做这件事情，就想说算了。大家也可以在下面留言，祝文当生日快乐，我生日快乐，我是生日快乐，你不是生日快乐啦。好了，跟大家说拜拜，拜拜，拜拜，みんなありがとう、超嬉しい。たとえ夜が明けようとしても